ごめん、待ったじゃないよ。もう30分は遅刻してるよ。ちゃんと LINE は入れてるでしょ。細かいこと言わないで。確かに LINE は入っていたが、それがいつものことだったのだ。友人のマリサは超がつく遅刻魔だったのだ。朝の投稿は遅刻しないのに、なぜかこういう待ち合わせには必ず遅刻してくる。何なんだろう、私ってどうでもいいと思われてるとも思ったが、グループでも遊んでも遅刻してくるので、きっとそういう子なんだと思ってた。基本おとなしい方の私は強く言うことができず、もう最初から遅刻前提で考えてればいいし、確かに連絡はくれてるし。それからしばらくして、あのさ、今度の連休に時間あるやつでカラオケパーティーって話あんだけどどうする？それだけ言うと去っていたイモリくん。イモリくんから誘われちゃった。どうしようどうしよう。みんなと行くわけだし、何もそんなに慌てなくても。マリサは以前からイモリくんのことを好きだって話は聞いていた。何着ていこう。イモリくんどんな服装が好みかな。マリサ、それよりも当日遅刻は絶対しない方がいいよ。迎えに行こうか。昼間だし寝過ごすこともないし、そこまで子供じゃないし大丈夫だよ。もうそれならいいけど。しかし迎えた当日、伊藤さんから連絡来てる？連絡は今はまだ。分かっていたようなことだが、マリサは時間通りには来なかった。予約時間あるし、俺ら先行ってるぞ。おお、イモリくんも先行ってていいよ。私はいつも待つの慣れてるし。誘った手前ってやつ、もうピルマだし、いくらなんでもすぐ来るだろ。待つよ俺も。しかし待てども待てどもマリサは来ない。ごめん、服迷ってていいのないから買いに行ったりしてたら遅れちゃった。結局マリサが来たのは1時間以上経過した後だった。いくらなんでも遅すぎるよマリサ。服なんてどうでもいいだろ。余裕持って時間設定してたんだぜ。イモリくんが軽く嫌味を言うと、マリサはああ、なんで迎えに来てくれなかったのゆかりと、なぜか矛先を私に向けてきた。でもマリサが迎えはいらない、大丈夫って。あのさ、聞いてたら何なわけ。伊藤さんが迎え断ってたの俺も聞いてたんだけど。本当に聞いてたの？断っといて何なわけ。遅刻する子だってのは知ってたけど。あのね、事情があって。服選ぶ方が待ち合わせの時間より大事なんだろ、伊藤さんは。そうじゃなくて、時計見てなくて。言い訳すればするほどに苦しい立場になっていくマリサ。時間にルーズな子ってなんでそんなルーズなわけ。自分を中心に世界が回ってんのってマジ思うわ。呆れたようにため息をつきながら、意中のイモリくんに幻滅されたマリサ。真っ青になったかと思うと、元来た方向へ走って帰ってしまった。俺思うんだけどさ、特に重要な事情なく遅刻を繰り返すって相手をバカにしてると思うんだよ。確かにそうなのかもしれない。その後私はマリサが待ち合わせ時間に来ない時には待たずに予定通り一人で先に動くことにした。そうよ、待ってくれないなんてもう絶好だから。うん、いいよ。私との待ち合わせ時間より大事なこといっぱいあるんだよね。え、なんでそうなるの？てっきり私がごめんと言うと思っていたのだろうマリサ。あの一件以来、他に誘いもなく教室でも浮き気味だが、私も付き合いきれない。時間を守ることは信頼関係に直結する重要なことだ。たとえそれが友人関係であっても。遅刻をして相手を待たせるという行為がどれだけ失礼なことなのか、彼女には分からなかったのだろうか。ご視聴ありがとうございました。また見てね。